つい先日のことなんですけれどもね、実はですね、とある YouTuber 事務所からですね、所属しませんかというオファーがね、私の Twitter のダイレクトメールに届きましてね、まあ正直ちょっとびっくりしました。まだね、僕のチャンネル3000人程度のね、まあ小さなチャンネルなんですが、そこからこう見つけていただいてね、非常に魅力を感じましたと、まあ言われてですね、まあ正直大変嬉しく思ってます。でそこからですね、まああの事務所の担当の方とちょっといろいろお話しさせていただきましてですね、事務所に入ったらこういうメリットがあります、こういうデメリットがあります、そういったお話を聞かせていただきました。でまあ結論から言うと、今回私はですね、その事務所には正直所属しないという結論を出させていただきました。そうですね、まあいろいろですね、まあお話聞いていく中でですね、まあ今の現時点での僕のチャンネルの規模からしてですね、十分まあ一人で回せるんですね。企画からまあ撮影編集まで全部一人でこなせますんで、現状今のところ事務所に入ってサポートしてもらう必要はあんまりないのかなというところですね。であとまあ一番大きいのが、やはりこうマネジメント料を取られてしまうというところですね。大体ですね、どこの YouTuber 事務所も同じような形でですね、マネジメント料というのを、まあ、広告収益から何パーセントか、まあ、大体 20% 取るというところがまあ多いんですが、正直この 20% 取られるというのは結構でかいですね。でまあ、あとはですね、やはりこう投稿本数もノルマというものがあるみたいでね、所属すると。でやっぱり YouTube の魅力っていうのは、本当に自分の好きなように自由にやっていけるっていうのが一番の魅力だと思ってますんで、その事務所に入ることによって、まあ、少し縛りができてしまう、制限ができてしまうっていうところも、ちょっと今の僕のスタンスには合わないのかなというところですね。正直タレントを目指す方だったらね、事務所に入るっていうのはものすごい、まあ、大きいというかね、事務所に入らないと何も始まらないっていうところがありますから、テレビとか CM とかね、事務所を通してじゃないと仕事が取れませんのでね。ただ YouTube の場合はですね、正直事務所に入らなくてもスタートを切れてしまうっていうところはありますよね。まあ、事務所の力を借りなくても、いくらでも自分の力でこうやっていけるっていうのが、まあ、YouTube ですからね。で、まあ、あと YouTuber 事務所に所属してのメリットというのが一つ大きいのが、まあ、コラボがしやすいと、所属事務所の YouTuber の方とですね。ただそれに関しても、この僕のチャンネルの方向性というかね、企画内容的にあまりコラボを必要としてないんですね。多分視聴者の方も別にコラボの動画とか見たくないと思うんですよ。そこを求められてないと思いますんで、もちろんコラボして面白い動画が作れるんならコラボしますが、現状ちょっとその想像ができませんのでね。やっぱり一番はですね、視聴者さんが楽しんでいただける動画を作るというのが一番ですので、事務所に所属することによって今いろんな制限を受けてしまって、何か方向性がおかしくなってしまうっていうのもね、ちょっと嫌だったのでね。まあなのでね、とりあえず現時点で僕が事務所に所属する意味はないのかなと思いましたね。今回ね、改めて今後の方向性とかスタンスとかね、考えるきっかけになりましたね。ということでね、まあいろいろこう自分のこれからのスタンスとか方向性とかね、見つめた結果、今回は YouTuber の事務所にはちょっと所属はしませんというお話をさせていただきました。なんでね、これからもちょっとしばらくはね、自分一人の力で YouTube 頑張っていきたいと思いますんでね、これからもよろしくお願いします。